エッチーは手芸や古物、独自の工場生産などの商品を扱う米国の電子商、取引サイトである。対象はアート、写真、衣料品、宝飾品、食品、黒、美容製品、キルト、骨董品、玩具など多岐にわたる。ヴィンテージ品は最低20年経過したもののみが対象。工芸品を出店する際は商品一つに対し20セント支払う。 2014年12月31日時点で会員数が5400万人に達し1400万人の売り手と1980万人の買い手が現役で活動している2014年末に従業員が685人に達し2900万個の商品が登録され2014年の合計売上高19億ドルを計上したそのうち36.1%は 携帯端末から30.9%はアメリカ国外から購入された。2014年時点の主な収益源は3.5%の販売手数料取引完了ごとの手数料出品費用20セントの3つである。その他収益は第三者の支払い処理から得ている。販売を行うために利用者名と店名が必要で、利用者名の変更はできない。 出店自体は無料だが、商品一つに対し20セントかかる。自由に価格が設定できるが3.5%を手数料として徴収される。売り手は月末を含む手数料を支払う。世界中の会員に国際発送を提供している。買い手は検索フォームに特徴を入力するか、画面左側の商品種別である、アート、ホーム、ジュエリー、女性。 男性、キッズ、ヴィンテージ、結婚式、工芸品、おすすめ、ギフトアイデア、モバイルアクセサリーなどから閲覧できる。または、各、サブカテゴリーを含む30以上の分類一覧から検索できる。購入には、会員登録が必要で、無料でできるほか、Facebook と統合できる。アカウント管理画面から、累計支払い金額が確認でき。 支払い方法は、クレジット、デビットカード、ペーパルなどがある。副業として人気であり、リサイクル品や自作品、それほど高額でなく、量産品とは違う、独自の商品を購入できる。売り手は商品に検索タグを指定でき、買い手は地元の商品を選べる。平均販売額は15から20ドルで多くの売り手は、大卒の20から30代女性である。 ありがとうございます。